ちは。今回のスーパーカブ改造計画は、マフラー交換後のキャブ調整から始まります。レッグカバーを外している時に、キャブが異常に動くことが、わかりました。これって、グラグラじゃないか。これじゃあ、混合気が漏れるわけだ。スーパーカブ改造計画12、中華カブのオイル交換とキャブ清掃のはずが。早速、カバーを外してキャブを固定します。レッグカバーは、意外と外すのが面倒です。キャブが外に出ている分、カバーが引っかかります。なかなか取れませんね。あと、スロットルワイヤーの位置が、カバーの隙間から出ているので、外すのが手間です。キャブ、かなり緩んでいますね。マニホールドを外してみましょう。これが原因ならば、わかればなんてことはない。どうも、変換用スペーサーが緩んでいるようです。一度外して、掃除してから取り付けます。パッキンが付着していますね。掃除をして、きれいになりました。早速、マシ締めしましょう。買ってほっとしました。今度は緩まないようにきつく締めて、パッキンは新品に交換します。ここも液体パッキンがこびりついています。この際ですから、きれいに取り付けましょう。これでいけるかな、楽しみです。それでは、エンジンを動かします。燃料が回っていないのかな。エンジンかかりました。アイドリングは問題ないのだが、高回転も問題なし。エンジンのオイル交換をする。中華エンジンが100キロになったので、オイル交換です。おお、真っ黒ではないか。マグネットにも鉄くずがついている。オイルが悪いとエンジンが回らないと聞くが、
じめは、鉄くず取るためだから、まあいいか。オイルがシャバシャバしている。締めのついでにキャブ清掃です。それと合わせてメインを95から110へ上げてみました。まあいじってどうなるか楽しみです。今まで三国の VM22 が使えていたので、基本高回転で燃料が足らないのかも。せっかくメインジェットのキットがあるのだから、いろいろ変えてみよう。清掃して気がついたが、特に汚れがひどいこともなく、詰まっている形跡はなかった。となると、やはりキャブ自体がおかしいのではないのか。いやー、調整でつまずくと頭真っ白になる。とりあえず、メインジェットを120まで上げたが、かぶるのは変わらなかった。アイドリングが安定しているのになー。とりあえず、110番で進めてみた。調整後のテスト走行を、するが、エンジンスタートは問題なし。しかし、何か力ないな。なんとか40キロは出ている。前回で50キロ出ない。この後ライコに聞いたら 110cc エンジンに VM22 では容量が小さく上で燃料が回らないと言われた。通常 VM24 か26をつけているらしい。しかし、初めは乗れていたのに変だよな。そんな時に、キャブのドレンネジが閉まらずに、ガソリンが抜けてしまうトラブルが発生した。ネジを含むパーツセットを買うと、約7000円になる。マジか。しないからクラッチが滑っているわけではないな。ガソリン漏れるからキャブなんとかしないとね。修理は高くつく。大きなキャブ欲しいな。このままではナンバー登録が無駄になる。ネットで耳元、来たー。ご視聴ありがとうございました。